仙台スピーカーズビューロー講演会心のボイス統合失調症編。まずはじめに映像についてのお願いです。この講演映像の転載、複製、改変等は禁止いたします。次に仙台スピーカーズビューローについてご説明いたします。仙台スピーカーズビューローとは、精神障害を理由に受けてしまう偏見や誤解の是正解消のために講演活動を行う団体です。自分の体験や思いを話すことで、精神保健福祉に対する正しい知識の普及を目指しています。続いて活動実績について紹介します。仙台スピーカーズビューローでは、精神障害に対する偏見是正を目的として、これまで学生、ご家族、専門職、市民の皆様に講演を行ってきました。令和2年度までの総講演回数は275回、総聴講者数は12,737人と、多くの方々に聞いていただいております。令和3年度で活動13年目に入りますが、主な発表歴は世界精神医学学会アンチスティグマ分科会国際会議での発表、平成30年度には心のバリアフリー賞を受賞することができました。この映像で当事者の思いを届けたい。皆さんは精神障害についてどのようにお考えですか？今回は統合失調症を経験された方の講演をお届けします。精神疾患は誰でもなる可能性があります。この講演を通して精神障害について少しでも身近に感じてもらえれば幸いです。それでは仙台スピーカーズビューロー講演会心のボイス統合失調症編の講演者を紹介します。講演者はマリアさん。講演歴は6年になり、渾身の美しい言葉で講演を重ねています。講演タイトルはあざなえる家福です。皆さんこんにちは。仙台スピーカーズビューローのマリアと申します。皆さんは家福はあざなえる縄のごとしという言葉を聞いたことがありますか？まがまがしい災いでもあり、喜びに満ちた祝福でもあり、全く異質でありながら、この2つはセットであるというのです。私はこの言葉を知った時、人間関係の最もたるではないかと思いました。今日はこのことを少しお話ししてみようと思います。私は非常に劣悪な家庭環境のもとに生まれ育ちました。父親と姉による虐待、母親のネグレスト、弟とは離反し合い、一言も口を聞かないまま大人になりました。そしてこの家庭環境こそは、後に学校や社会、外の世界に出ていく未来の縮図でもありました。常に何かの病気に苛まれ、闘病に闘病を重ね、そして30歳、離婚を機に当然のように統合失調症に倒れました。ある日、イエス・キリストだと名乗る姿形の見えない男の人が現れました。私はその男の人の命令に従っていくうち、やがて
食事も睡眠もまともにとることを許されない悪霊の脅威の世界へと転げ落ちていきました。2時間同じ一つのことを祈りを強要されたり、瞬きをした次の瞬間寝てしまうのではないかと思うほど疲れているのに、ノートに命令された通りのことを永遠と書きつけさせられたりしました。入院を経ていわゆる急性期統合失調症の発症時に脳に引き起こされる幻聴や幻覚といった異常な知覚は収まり、イエスを名乗る悪霊も消えたのですが、病との本当の戦いが始まったのは退院してからでした。失効と呼ばれる症状によって生活する上での基本的なこと、食べたらお皿を洗う、歯を磨くといった当たり前のことができなくなり、数ヶ月の間お皿を姉に洗ってもらい、歯は10分という時間をかけて母に磨いてもらっていました。笑うことや喜ぶといったことは皆無になり、何をすることもできず、そんな自分を廃人のように悲しく思いながら、併発していた過食症の暴走するままに常に何かを食い散らし、罪悪感に苛まれ布団をかぶって休んでいたら、落下といったらそんなこともなく、1分1秒絶え間なく休みなく神経が切り刻まれ攪拌され、深い海の波間をくぐり沈み、幻の岸辺を探して一晩中、いいえ永遠の夜を泳ぎ渡っているような極限の辛さの中でいつも死ぬことを考えていました。30歳から30代の終わりまでこの10年間は一本の草木も生えない、花や実の一つも実らない幻冬の不毛の歳月でした。私は一切の友、仕事、財をなくし、かじかんだ心はいつも何かを求めるように手を伸べ、何かぬくもりあるものをつかもうとするのですが、かじかみのゆえうまく動かせず、何も得ることができません。よりどころを探し求めていたのだと思います。しかしこの不幸で埋め立てられたような不毛の歳月こそは、芽を出し花を咲かせ実るための大切な大切な時間だったのです。孤独を知り、人の大切さ、温かさ、ありがたさを知りました。笑うことよりも泣くことによって、人の心の傷つきやすさ、柔らかさのゆえ大切に扱うことを知りました。愛する人との別れによって己の身勝手さ、自己中心性、愛のない冷たい心を知りました。そうして少しずつ歳月は私を研ぎながら流れました。40歳を過ぎた頃、私は一本の筆を取り、白い便箋に向かい合いました。30歳、統合失調症を発症すると同時に喧嘩したり切ったり切られたりして断ち切れてしまった大切な大切な人の一人一人に謝罪の手紙を書くということを始めました。切れてしまった糸をもう一度縫い合わせるために、そして私の人間関係能力の貧困さは、すべて生い立ちが象徴するように人を許さない顔面さ、忍耐力のない短絡的短気な気性、嫌いと思ったらとことんまで嫌い抜いて譲ろうとしない曲がった性根、それらの罪そのものな人格のゆえに、私はいつも不幸であり、嫌い合い憎み合い人間関係のあらゆる災いを背負い込むのだということがようやく分かってきたのです。皆さんは大切な人と喧嘩してしまった経験がないでしょうか。その人が大事であればあるほど心は落ち込み、エネルギーは消耗しますよね。
それと同じで、たとえそれが大好きな恋人であろうと、大嫌いな隣人であろうと、人といらかいをするということ、ましてや仲直りできないままその人と終わっていくとしたらどうでしょう。無理やり押し込められた怒りや憎しみや悲しみはどこへ行ってしまうのでしょう。その人の中でどす黒い檻のように幾重にも層をなし、精神的発がん物質としてその人を蝕んでいかないでしょうか。特に家族とのこじれは決定的です。全人間関係の縮図となるからです。誰かを憎むということは果てしなく気力体力を奪われ憔悴し消耗していくことです。憎しみは猛毒です。己という木の水源を断ち干上がらせ骨まで枯らし命を破壊します。逆に仲直りすると一気に心に光があふれたという経験もありませんか。身も心もポカポカと汗ばみ、生きるエネルギーがはつらつとした喜びが泉のように湧き上がり、笑顔という光となって自然にあふれてくる。皆さん、どうかあなたの家族のお一人一人を大切に大切にしてください。そこから明日に向かって生きるエネルギーが生まれます。許すということ、祈るということ、愛するということ、この3つは祝福に通ずる一つセットです。そして病気を克服するリカバリーとは人間関係を回復することに他ならないのです。私は現在亡くなった両親の残してくれた実家に同じ統合失調症の姉と二人で暮らしています。今姉との関係は仲が良すぎると笑われるほど良好です。それは同じ病気になりいたわり合い愛し合うことを学んだからに違いないのですが、そうした過程の中でさらに目を開かれたのは、許していただくべきは姉ではなく私だったということです。一見虐待していたのは姉のようで、相手を許さない仲直りしようと述べられた手を振り払った私だったということにようやく気がついたのです。私は統合失調症を通して人間関係を大切にするようになりました。家福はあだなえる縄のごとし、人間関係とは災いでもあり祝福でもあり、悲しみ苦しみというラッピングに包まれた喜びにあふれた祝福なのです。この災いが私に望まなかったら、私は今ある祝福を手にすることはできなかったでしょう。そしてこれからもどんなに辛く悲しい終わりのない永遠をしているような災いが私に望もうとも、許し合い祈り合い愛し合うことで、きっと岸辺が花咲き果実実る楽園へ泳ぎ着くことができると信じています。最後までご静聴していただきどうもありがとうございました。それでは質問に入ります。最初の質問です。自身の治療や回復の過程で役に立ったものはありますか？今の主治医との出会い、最初の診察の時にまず肩から力を抜くようにと言われました。実際肩から力を抜いてみると、全身から余計な力が抜けて
リラックスできるということが分かりました。昔から歩くとき、前かがみで前につんのめるように急いでせかせかと歩いていたんですが、肩から力を抜いてみると自然、姿勢がまっすぐになり、ゆったりした歩調で歩けるようになりました。その前につんのめるような急いでせかせかとした歩き方が私の人生の歩き方、姿勢だったということに気がついたんですね。続いての質問です。幻聴や幻視によって生活に支障が出たとありますが、他に困った具体例があれば教えてください。困ったこと、友達の大半が離れていったことです。よく精神の大病をすると友達を失うというお話を聞くんですが、私の場合も例外ではなく、表面的な付き合いの友達は皆離れていきましたね。でも気がついたのは、本当に必要な友達は残されたということです。そこからさらに病気の回復とともに新たな友人関係が形成されてゆき、今ではまた元のように新しく与えられた友人たちと良い関係を築いています。講演いかがでしたか？この映像で私たちの思いが少しでも皆さんに届いたら嬉しいです。ここで講演以来、講演者募集のお知らせです。仙台スピーカーズビューローでは、共に活動できるメンバー、講演者を募集しています。また講演依頼については、少人数での講演や土日祝日の講演も喜んでお受けいたします。詳しいお問い合わせについては、画面下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。